MG 小太郎とエール正野、笑う角にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。まさってさ、はいはい、はい、26食連続カレー食べたことある？え、ないっすね。26日ってことか。26食か26食。まあそれはない。3食もないかもしれない。まあ、3日間、2、3食かもしれない。俺ね、26食連続カレー。え、マジっすか。え、それは喜んで食べたんですか？悲しんで。悲しんでた。悲しみのカレーの話。悲しみのカレー。なんでそんな状態になったんですか？インドって。ああ。毎食カレーなの。あ、マジで、マジで出てくる。俺インドに、はいはい、10人近い行ってて、機内食含めるとね、26食連続カレー。もう、え、本当にカレー出てくるんだ。もうね、毎回カレー。スパイス系のカレーですよね、しかも。日本の優しいカレーじゃないですもんね。毎回。マジっすか？インドって。はい、毎回カレーで、カレーで飽きませんかってインドの人に聞くでしょ、はいはいはい、ガイドさんに聞くでしょ、はいはい、聞きます。まあ日本語喋れるインド人の、ね、人だったので、うん、パンさんっていうね、はいはい、パンさん、全然違うじゃないか、昨日はな、うん、何々カレーだったし、今日は何々カレーじゃない。あ、マジですか。カレーじゃない、カレーの中で違ったらいいんですね。全然違うじゃない。え、そこで全然違うんだ。全然違うじゃないか。あ、なるほど。もう意味がわからないっていう。逆ギレしそう。全然違うじゃない。毎日カレーってどういうこと。え、もうちょっと怒ってるぐらい。昨日のカレーと今日のカレー全然違うじゃない。かっこいいな。日本人が食べると全く一緒なんですよ。なるほど。なんか具が違うぐらいなんですかね。具が違うだけです。まあスパイスが。まあまあちょっと違う。何種類か違う。何種類か。マジっすか。本当にカレーなんだ。本当に。しかも、カレーの中で違ったらいいんですね。カレーっていうジャンルじゃなくて、だけ、カレー以外のものを食べたいとかじゃなくて、うん、面白いですね。文化の違いだな。そのね、2年前もやったから、インドツアーね、はいはい。2年前やってくださったね、うんうん、ある方と、最近ちょっと、イベントだった時に、うんうん、はいはい、いや、翡翠さん、実は、インド行った後に、はいはい、半年間カレー見れなかったんですよ。トラウマになってる。トラウマ。トラウマって。もうやばいと。もうあんだけ26食も食べた。トラウマになってる。やばい。半年食べるって結構ですよ、うん。日本人結構カレー好きですからね、もともとは。日本のカレーと全然違う。全然違いますよ。スパイス系って全然違いますよ、ね。全然違う。やっぱ、そもそも胃がちょっとね、受け付けない人もいますよね、スパイス系って。うん、しかも、うん、うちら最高級のホテルに泊まってたっていうわけじゃないから。あ、そうなんですね。そのまあインドの宿としてはすごくいい方。あ、なるほど。めっちゃいい方。日本人がめっちゃいい方だけど、うん、例えばその、うん、その超か高級、超インドでも、はいはい、超セレブのホテルだったら美味しいと思う。あ、まあそれは味もちょっと違うでしょうし、ね、うん、合わせてね。日本でもさ、はいはい、そのある程度中堅クラスのホテルってさ、ホテルの料理ってそんなに美味しくないじゃない。あ、まあ確かに味、朝食とかもさ。超高級と比べると、ね、うん、全然それは違うかもしれない。だからインドもそんな感じで、街で食べたら、はいはい、結構美味しいわけ。あ、そうなんですね。結構、ハエがたかってる。いろんなリスクはあるかもしれないけど。ハエがたかってるようなカレーとか食べるとめっちゃ美味しい。美味しいんですね。意外とね。屋台って美味しいですよね。美味しい。うん、よく食べましたね。でも、ホテルのカレーが、さすがに、うちらその、基本いいホテル泊まるから、そっかそっか、ホテルのカレーになるわけ。なるほどね。でそうするとそっか似たようなさ、なるほど、日本でいうと中堅クラスのホテルの朝食みたいな、はいはい、なるほどなるほど、毎日どうしても出てくるわけですよね、うん、でそこで食べた方がいいですし、安全は安全だから。で26食連続カレーって、ね、食べてきてはい、はい、日本帰ってきたら本当美味しいわけ、はい、日本。あ、もう反動がすごいですね、うん、もう地獄カレー地獄から悲しみのカレーから抜けれた。何食べても美味しいんじゃないですか。もう美味しい。もう吉野家なんて最高なんですか。松屋とか美味しい。やばいですよね。旅してきた中でね、はいはい、断食してた人もいたの。あ、マジですか、うん、インドで。インドで断食してた方がいて、はいはい、多分、はい、カレー食べたくない。なんかその話を聞くとありえるなと思ってきて、なんか定話ね、あれ感じ、まあ、分かんない、合ってないから分かんないけど貫いてたよ。え、でもすごいですね。すごい根性。いや、それはすごいですね。断食成功。インドで断食してたんだ。みんなご飯食べてるからね。すごい。ずっと食べる。12日間、うん、あの飲みすごい根性か、はいはい、よっぽどカレー食べてるどっちかです。まあでも思いは強い、覚悟は感じますね、うん、どっちにしても、うん、どっちにしても覚悟があると思う。めっちゃ貫いたらすごいですね。でも途中と半端に6日とかでだとやめれないですよね。インドだと優しいもの食べれないから、まあ、チャイとかはあるのか。でもおかゆとかないから、インドカレーいきなり入ったら多分刺激的すぎてやめれないですよね、うん、やめれないっていうか食べれないですよね。
その街で食べるね、うん、カレーはね、なんかやっぱり庶民の人たちが普通に食べてるものって、うん、なるほど、美味しいよ。やっぱ美味しい。屋台って美味しいんですかね、うん、どこもね、やっぱり。俺ハエとかが止まると美味しくなるのかなと思って逆に、あ、逆に、ね、なんか微生物がどうか、いや、ありえますよね。あの、ないとは言いけないよね。そうだと汚いところで作ってるの、はいはい、美味しい。面白いですね、うん、なんかそこでも結構食べるの勇気出ます。まあ慣れてるからかもしれないけど、あ、俺4回目のインドから、うんうん、慣れてるのか。その前回汚いところで食べても、うんうん、行けました。行けたし、そっかそっか、2回目ぐらいの時に洗礼を受けて、うん、あ、なるほど。すごい下痢になったんだけど、あ、そうなんですね。やっぱそれを乗り越えると、あ、なるほど、強くなって、やっぱり綺麗なものばっかり食べてると、その人間って使わない部分って退化していくから、そっかそっか、そのある程度確かに確かにやっぱり雑菌をね、そうですよね、あのウェルカムしていかないと。そうですよね、ウェルカム。急になんかルーオショみたいになって。でもそうですよね、雑菌必要なんですよ。そうですね、除菌もしすぎるとダメって言いますもんね。そうなんですよ、弱くの赤ちゃんとかでもね言いますもんね。そうなんです、子育てても。だから時々、うん、舌に落ちたやつ食べるといいです。まあ、まあ、本当にでも昔はちょっと食べましたから、ね、うん、それね、僕らも食べてた時代は3秒ルールとかね、うん、平気でやってたから。だってうちの息子なんかさ、半月行って落ちたケーキ食べるってさ汚いからやめなさいって言ったら、父ちゃん俺にとって床もサラダぜ。かっこいいですよね。スケールがでかいですよね。もう地球規模ですよ、なんか。皿だけにサラッと言ってた。いや、そこまで、それは知性さんのアレンジですね。大人のアレンジがそうですし、かっこいいですよね。まあそれぐらいね、やっぱりいろいろ食べるとね、うん、強くなるのかもしれないですね、うんうん、面白い。インドの26食はないですね。日本のカレーでもちょっとできないかもしれない。トッピングとかはあってもちょっと味飽きちゃうかな、さすがに。インドね、うん、すごいですね、頑張りましたね。素晴らしい、ハンド、うん、日本食素晴らしいってことですね。日本食素晴らしい。ありがとうございます。まあ今日ね、はい、何のインドとカレーの話、ためになる話なんですけど、インド行ったらね、ちょっとね、26食連続カレー食べる機会ってね、なかなかないですよ。なかなかないですから、うん、チャレンジしようにもできないですからね、はい、ありがとうございます。ナイスチャレンジということで、うん、ありがとうございます。でもココイチのカレーは美味しいね。やっぱりカレーはカレーでもやっぱりココイチはやっぱりうまいですか。ココイチのカレー、ね、26食食べてはココイチって、はいはい、福神漬けがめっちゃ美味しい、ね、うまいですよね。しかも食べ放題、食べ放題ですよね、うん、優しいですよね。ココイチ福神漬けって大事ですよね。あのインドカレーじゃないですよね、多分ああいうのって漬物的ないないですよね。あれ結構大事じゃないですか。大事、遊びというかね、福神漬けとちょっと休憩できるからすごいや、うん、面白いですよね、うん、あれどうやって考えたのかってね、うん、天才ですよね、あれ考えた人、うん、ね、本当に何のためにもなれなかったでしたけどね、今回、はい、大丈夫ですかね。ありがとうございます。ちょっとね、はい、最後にちょっといい話しようと思ったんだけど、はいはい、出てこなかった、全く浮かばなかった、ね、本当に浮かんでない顔してましたもん。なんかね、ココイチでなんか粘ろうとしたんだけど、本当に出ない顔してたから、もう終わろうぜって顔してたから、俺ね、カレー屋で、そうそう、何の出てこないなって、何のね、びっくりするぐらい出てこなかった、びっくりするぐらい出てこなかった、ね、びっくりしましたね、まあ、このまま終わり、終わりましょうかね、はい、カレー食べたくなりました、僕は。カレー、日本のカレーめっちゃ美味しい、食べましょう、食べたいですね。というわけで MG ボタン、エールマサの笑う方にはグリーンズ、ありがとうございました。